2024全日本スーパーフォーミュラ選手権の最終戦となった第9戦、第23回 JAF 鈴鹿グランプリの決勝後、鈴鹿サーキットで今季2024年のシリーズチャンピオン会見が行われ、ドライバーズタイトルを獲得した坪井翔、バンテリンチームトムス、そして牧野忠佑と太田格之進を擁してチームタイトルを獲得したドコモチームダンデライオン・レーシングの村岡清監督。 ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した岩佐歩夢。チーム無限、の3名が登壇。タイトルを獲得した喜びを語った。坪ぼいバンテリンチームトムス。ドライバーズ・ポイント、117.5ポルトガル語。本当に嬉しいです。このタイトルを取りたくてずっとやってきて、ようやく得れたので本当に最高の気持ちです。今年はチーム移籍という大きな環境変化があった中、 送り出してくれたセルモに対してもそうですし、迎え入れてくれたトムスに対してもそうですが、トムスに関しては去年のチャンピオンチームですから、僕が今年チャンピオンを取らないとどちらのチームにも微妙な思いをさせてしまうことになります。ですから両チームに対して、結果で恩返しをする以外に僕にできることないと強く思っていました。本当に何が何でも、と、いつも以上に気合が入った一年だったので、 その年にしっかりとドライバーズチャンピオンを得ることができて本当に良かったと思います。日本最速、アジア最速の称号を手に入れました。この意味は、やはり全員が同じ、ワンメークの、車を使って、同じタイヤを使ってレースをして、一人で車を操って走るという意味で、スーパーフォーミュラは本当に日本最速を決めるカテゴリーだと思います。だからこそ、 その称号がずっと欲しかったですし、それを得るためにずっとやってきたところもあります。スーパー GT ではすでにチャンピオンを取っていますが、スーパーフォーミュラでは得れてないところでもどかしい気持ちがずっとあって、それをついに今年叶えられたので本当に幸せです。この2週間は重圧で大変だったとか、メンタルはめちゃくちゃ弱いので、もうプルプルです、笑。前回の富士大会が終わってから、 鈴鹿に来るまでにポイント差はそれなりにあったとはいえ、二レース制の重要性もわかっているつもりですし、今までチャンピオンを得れてきてないので、やはり得れた実績があるのとないのだと大きな違いがあります。それが取れるチャンスがあるかもしれないという状況に当然、プレッシャーは感じていました。ただ、それをあまり表に出さないように、自分で何とか何とか頑張っていたというだけで、本当は、もう、 メンタルは長所ぼいです。来年以降のキャリアプランは、今は、やっとチャンピオンを得れた、というのしかなくて、もちろん F1 に乗りたいですけど、乗りたいと言っても乗れるわけではないので。もちろん F1 は、ドライバーなら誰もが目指す世界トップカテゴリーなのでチャンスがあるのであれば、つかみに行きたいとは思います。ただ、ちょっと数日間はチャンピオン獲得の余韻に浸らせてください、わら。 村岡清監督、ドコモチームダンデライオンレーシング、ドライバー、牧野忠介、大田角野心、チームズポイント、148ポルトガル語、チャンピオンが得れた要因は、二人が若くて、切磋琢磨していた、ということでしょう。牧野選手も大田選手もご存知の通りの人柄ですから、良い時も悪い時も含めて、それとチームがうまく合ったんじゃないですかね。 ドライバーズタイトルを得るのもそうですし、チームタイトルを得るのもそうですが、一年間で一番そこに執着や情念を持って戦ったチームが得るものです。そういう意味では、我々がチームとしては、最もこのタイトルに情念を持って戦った結果だと思います。個人のタイトルは本当にドライバーに頑張ってもらうしかありません。坪井選手が言ったようにスーパーフォーミュラは、一人で操って走るレースです。 スーパー GT のように他のドライバーがいるものではないので、タイトルに関しては個人で頑張ってもらう。一方、チームタイトルに関しては、本当にメカニックを含めて2台の車を悪い時にどこに持っていくか、というところでチャンピオンが決まります。そういう意味では、終わってみればこの2日間で2勝、年間で4勝しているのですから、まあタイトルを得るのは当たり前だよなっていうことですよね。ただ、 その4勝とそれ以外の調子が悪かった時のポイントが一番大きかったと思っています。強いチームを作るにあたって意識してきたこと。表彰式に上がったスタッフ、あれがうちのチームの全てです。少ない人数で唯一関西でやってるチームで、人がまず集まらない。ただ、本田さんが唯一技術支援をしてくれて、そういう環境が整ったところで集まってきたメカニック。 エンジニア、スタッフすべてが、自分がいるからダンディライアンが強くなるという意識を持ってもらえるように、一人一人の人を大切にしています。メカニックに聞いたらそう思ってないかもわかりませんけどね。オーナーが勝手に思ってるだけで、それはそれで間違いかもしれませんが、そういった面を心がけてやってきました。うちは基本的に人が変わらない。エンジニアもメカニックも変わらなければ、 女性スタッフもよっぽどのことがないと変わらない。もう本当に少数ですが、精鋭ではないです。70点の人たちが集まってやっている。だからタイヤ交換も早くなくても確実にやる。そういうことでやってきました。それがその時々のドライバーたちに会ってきたのでしょうね。だから、信じてそのメンバーでやるだけです。先ほど言ったように、 自分がいるからダンディライアンが強いんだって思って言えるように、それから周りのメカニックやエンジニアたちにそう言われるようにやってきた結果だと思います。岩佐歩夢、チーム無限、ドライバーズポイント、63.5ポルトガル語、もちろんルーキー・オブ・ザ・イヤーを得れたことに対して、喜びが全くないわけではないですが正直、あまり喜べないですね。自分が目指していたところは、やはりチャンピオンであり、 そしてとにかく毎戦毎戦、優勝を目指していたので、それが実現できなかった悔しさが勝っている状況です。優勝やチャンピオンに届かなかった部分はどう分析しているか。コールポジションを取ったり、オートポリスの時もそうですが何度かフロントローに並んできたタイミングで、本当に優勝が近いっていうタイミングで全て取りこぼしてしまった。もちろん、そこにはいろいろな要素がありましたが、 今シーズンを通して、そういったチャンスの数々を逃してきたっていうところが全てだと思いますし、それが結果的にチャンピオンシップに対しても大きな影響を及ぼしたと思っています。このシリーズで戦える、ポテンシャルはすごく感じていましたし、自分自身も自信があり、テストの時もそうですし、オートポリスでポールポジションを取った時もそうです。それ以降も常に速さ、 そしてチームの強さというところ感じていました。しかし、強さや速さを結果として示せなかった。そこが個人のシリーズもそうですし、チームとしても本当に悔しい限りです。SFO1 年戦って成長は得られたか。スーパーフォーミュラという舞台は本当にハイレベルで、ある意味、今までの海外で戦ってきたシリーズと比べるようなチャンピオンシップじゃない。 本当にステップアップとしてチャレンジして、この1年間全力でプッシュし尽くした結果なので悔しいですけども、チームから、そしてチャンピオンシップから学んだことはすごく多くて、自分自身としても成長できた感覚は非常にあります。こういった経験だったり、自分が感じたこと、得たことを自分の今の目標である、世界の頂点、というところに向け、しっかりと活かしていきたいと思っています。 これまで戦ってきたシリーズと SF の違いは、もちろん細かく見ていくと違いはいろいろありますが、総合的というか全体を通して見ると、そんなに違わないと思いました。DRS やオーバーテイクシステム、OTS などの違いがありますが、一番の違いはタイヤのコンパウンドが一種類というところですね。OTS に関しては、過去のレースを見たり、 事前にいろいろ分析して準備をしてきましたけど、いざ自分がレースに出て、OTS を使った仕掛けだったりディフェンスをやっていくと、トライエラーの繰り返しでした。最初は本当に反省点や改善点が多かったのですが、そのあたりも一年を通してしっかりと自分自身で考えて、戦略を組み立てたり、逆にアグレッシブに攻めたりする場面の切り替えをすごく勉強することができた一年だったと思います。